衝撃、現代文明の終焉はこうして訪れる。金星からのメッセージがヤバすぎる。に。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。前回からご紹介している金星からのメッセージ、楽しんでいただけているでしょうか？アルさんの言っていたことと驚くほど似ていませんか？今回も前回の続きのメッセージをご紹介します。原因と結果の法則。原因と結果の法則という言葉をあなたはご存知でしょうか？蒔いた種は刈り取らねばならないとか因果応報とも言います。私たちワンダラーはカルマの法則と呼んでいます。これは宇宙のどの星においても作用する宇宙普遍の法則です。神様から生み出された魂は長い長い宇宙年月を経て、やがて自由意志をいただいて人間の魂となります。人間は、この宇宙の中で自らの意志で何らかの行為をし、そしてその反動を受けることになります。わかりやすく言えば、良い行為に対しては良い反動を、悪い行為に対しては悪い反動を受けます。これをカルマの法則と言います。カルマは、人間がその自由意志を成長させてゆくための手がかり、助けとなります。人間は自らの行為の結果を自ら体験することにより、心の使い方を徐々に学んでいきます。ところが、地球人類の場合は、大変困ったことになったのです。地球は過去に6回も文明の滅亡を繰り返してきた、と以前に書きました。カルマは自由意志を持つ人間に属するものなので、一つの文明が終わっても、カルマは人類と共に次の文明へと持ち越されて行きます。地球人類は、過去6回にわたる文明の中で、間違った行為を繰り返してきたために、カルマはカルマを呼び、そのカルマがまた次のカルマを生み出して、現在の7回目の文明では、もはやその悪いカルマは、人類の努力だけでは到底解くことができないところまで、累積してしまいました。つまり、このまま進むと現在の文明も滅亡に終わり、それどころか、その累積したカルマのために、惑星地球自体をも粉砕崩壊させてしまう可能性が非常に高いところまで、進んできてしまったのです。カルマを制することができるのは、この宇宙を生み出した神様だけです。それゆえ神様は、この進化の大周期を迎えた地球の人々が、累積したカルマの連鎖を断ち切り、進化できるように、地球と人類に対してある見業を言ってくださいました。日本の地。この宇宙に存在するどの惑星においても、その星の運命を司る大切な場所、すなわちその星の霊的中心地が、必ず一箇所存在します。この地球においては、それは日本の地にあります。これは日本という国家がそうなのではなくて、日本の国が存在する地域そのものが、地球の霊的中心地として定められている、という意味です。日本の地は、万物の創造主である神様を崇め、神様に祈りを捧げる、そのような役割の場所として、この惑星に存在しています。実は、この日本の地において、1960年頃から40数年間にわたって、日本に生まれたワンダラーによって、人知れず、ある、行為、がなされてきました。それは、地球人類の累積したカルマを解いていただく神様の見業と、深い関係があります。その、行為、とは一体何でしょうか。これからお伝えすることはとても難解のため、わかりやすい例えに言い換えますと、日本のワンダラーが40数年間にわたって果たしてきた行為とは、神様が行われる地球人類の卒業試験を受験してきたということです。地球人類に対して他の惑星の方々が直接干渉することはできません。地球人のことは地球人自ら行わなければなりません。そのため、ワンダラーは地球人として働くために、この地に生まれてきています。そしてワンダラーは地球人として、神様の、地球人は進化を望みますか？あなたたちにはその資格がありますか？という試験問題に対して、
私たちは多くを学び、神様の声を聞けるほどに心が育ちました。次の段階へ進化させてください、と回答する。その試験を40数年間にわたって受け続けてきた、というわけです。この神様の試験問題に対する回答は、回答する地球人自身が次の進化段階を迎えるにふさわしいバイブレーションを体現していなければなりません。そうでないと、例えば試験が始まっていることに気がつかない、試験問題を理解することもできない、ということになります。この難解な試験に合格するのは、カルマの累積した地球の人々ではもう不可能になってしまったので、日本のごく少数のワンダラーたちが、日本の地において、この卒業試験を受けてきたのでした。この卒業試験の例えを、もう少し核心に近い言い方に直しますと、それは、地球と人類が滅亡に至らず、高いバイブレーションの世界へ進化できるよう、そして累積したカルマの連鎖を断ち切ってくださるよう、神様の御業を行ってください、と、天の神様にお願いの祈りを捧げることでした。そしてその祈りは、40数年の歳月をかけて、神様の問いかけに答えて適切に捧げられてきました。すなわち、地球人類は卒業試験に合格し、神様の御業は成就したのです。この神様の御業のことを、枠玉の祝い事の儀式、と言います。とても日本的な古風な名称ですが、最もふさわしい呼び名です。儀式、というと、何か宗教的な感じを抱かれるかもしれませんが、セレモニー、と英語に言い換えればいかがですか。そんなに違和感はないのではないでしょうか。学校の入学式や卒業式、結婚式やお葬式、すべてセレモニー、つまり、儀式、です。私たちの生活にはその都度、区切り、けじめがあります。それは宇宙でも同じことです。この地球と人類に対して行われた最も大きな区切り、それが、枠玉の祝い事の儀式、なのです。生命について。ところで、人間の生命、または、人間の心、と言い換えてもいいですが、このことについて、あなたはどのように理解していますか？現在の地球では、大きく分けて二通りの考え方があるようです。一つは、人間は輪廻転生を繰り返して永遠に存在する、という考え方。もう一つは、人間は死ねば終わり、無に帰する、という考え方です。およそどの人も、このどちらかの考え方を持っていることでしょう。しかし、宇宙の目から見れば、このどちらも真実ではないと言わねばなりません。確かに、この大宇宙の中で神様から分かたれた、魂、は、未来永劫に存在します。けれども、その魂に育ってゆく自由意志、つまり、人間の心、も、無条件に永遠に存在するのかといえば、実はそうではないのです。神様から自由意志をいただいた人間の心が、宇宙と調和する、光、の方向へ育ってゆくのか、それとも宇宙と調和せず、闇、にとどまったままなのか、それは、自由意志を与えた神様にとっても、自由意志をいただいた魂にとっても、大きな大きな謎なのです。もし、人間の心が、闇、にとどまったままならば、その自由意志はやがて消滅します。そして、光、に向かって育つならば、その自由意志は永遠の存在を約束されます。このどちら側へ転ぶのか、そこに先ほどの、枠玉の祝い事の儀式、が大きく関係してくるわけです。ここに、地球の皆様へ、日本のワンダラーから、慎んで申し上げます。地球人類は、天の神様に、光、の方向へ育ってゆくと認めていただきました。そして、天の神様の御業である、枠玉の祝い事の儀式、を、成就していただきました。枠玉の祝い事の儀式の成就により、地球人類は、次の段階へと飛躍的な進化を遂げ、これ以後、この宇宙に永遠に存在できることが約束されました。地球の人々が、現在までの7回にわたる文明の間に培ってきた心、気の遠くなるような時間の流れの中で、生老病死、
愛別陸を繰り返して育ってきた心は、忘却の彼方へ消え去ることなく、この宇宙に、これから未来永劫に存在できます。そして、人類のみならず、惑星地球と自然界のすべての生き物、全存在一切のものは、人類と共に、新しい、高いバイブレーションの世界へ進化します。新しい世界では、地球人類は神様からいただいた自由意志の本当の素晴らしさ、自らに与えられた想像力の偉大さに、驚き、興奮し、神様に深い感謝を捧げることになるでしょう。いかがでしょうか？今回もアルさんと同じく、日本がとても重要な場所だと語っていて、とても興味深いです。このシリーズはまだ続きますのでお楽しみに。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。